オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。Bonjour, c'est Daisuke, professeur chez Ensemble en français. Comment allez-vous? こんにちは、アンサンブルアンフランセフランス語講師の Daisuke です。お元気ですか？先日、日本に一時帰国して温泉を堪能してきました。パリの水は石灰を多く含んでいるので、日本のように毎日ゴシゴシと洗っていると肌や髪の毛が傷んでしまうことは分かっているんですが、どうしてもその習慣が抜けずに、最近は保湿クリームを全身に塗りまくる日が続いていました。が、日本の温泉に浸かると本当にツルツル、湯上がりの卵肌になって、日本の温泉をそのままパリに持ち帰りたくなりました。フランスにも温泉地はありますが、温度は日本よりも低く設定されていて、水着を着て入る温泉プールという感じです。どちらかというと治療目的、またはダイエットなどの美容目的で訪れる人が多く、日本のようにお風呂の代わりに入るわけではないので、日本の温泉文化とはかなり違います。皆さんもフランスに来られた際は、フランスの温泉もぜひ試してみてくださいね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部はご好評いただいているオンラインフランス語グループレッスンについてご紹介します。それでは早速フランス語レッスンを始めましょう。フランス語でテイクアウトとイートインって何というかご存知ですか？そうです。テイクアウトがアエンポルテ、イートインがスープラスですね。それぞれ直訳すると持ち帰り用のとその場でです。フランスに旅行した際に使うかもしれませんので、ぜひ覚えておきましょう。さて、今回はこのテイクアウトに使われているエンポルテに注目をしましょう。エンポルテには綴りと意味が似た単語がいくつかあります。emporter、apporter、そして emmener、amener。この4つの単語、それぞれどういう意味でしょうか？さあ、辞書が手元にある人は一時停止をして調べてみてください。調べましたか？アンポッテは持っていく、アポッテは持っていく、持ってくる、アムネは連れていく、持っていく、アムネは連れていく、連れてくる、持っていく、持ってくる。あれ？同じ意味がいくつもあって、なんかめちゃくちゃややこしいですよね。どうやって使い分けたらいいんでしょうか？なんとなく意味はわかっているけど、きちんと違いを説明してくださいと言われると、実はちゃんとわかっていないという人がとても多い単語です。では、まず接頭辞を除いた部分で意味を確認してみましょう。接頭辞とは、単語の頭につくことでその単語の意味や性質を決めるもののことを言います。これらの単語の接頭辞はオンとアですので、これを一旦省いて確認してみましょう。ポッテとムネ、ポッテは持つ、運ぶ、
身につけるという意味があります。胸は連れていく、運んでいく、先導するなどの意味があります。ですからポッテは物に対して使います。一方胸は主に人に対して使います。この点をまずはしっかりと押さえておきましょう。では最初に戻って意味を確認してみましょう。Emporter、Apporter は Porter が使われているので物を持っていく、持ってくるという意味だということがわかります。 Emmener、Amener は胸が使われているので人を連れていく、連れてくるという意味になります。胸は話し言葉では物を持っていく、持ってくるという意味でも使うことができますが、一気に覚えられない場合はまずはポッテは物、胸は人と覚えておきましょう。さあここまで大丈夫ですか？ここまで来て何か引っかかることはありませんか？そう、Emporterは持っていく、Emmenerは連れていくという丸々ていくという意味だけなのに対して、 Apporterは持っていく、持ってくる、 Emmenerは連れていく、連れてくるという何々ていくと何々てくるの両方の意味がありますよね。持っていくと持ってくる、または連れていくと連れてくるでは方向も全く逆ですし意味が違いますよね。どうやって使い分けたらいいでしょうか？ここで登場するのが冒頭でお話しした接頭辞です。 on とあでしたよね。それぞれの接頭辞の意味をきちんと把握すると意味がはっきりと見えてきます。ではまず on からいきましょう。 on は後ろに続く文字が m、p、b の場合には um と書き、それ以外の場合では un と書きます。この on は遠くへ、向こうへ、この場所からどこかへという意味があります。行く先は重要ではなく、この場所からどこか遠くへ持っていくということを意味します。ですから Emporter はここからどこかへ物を持っていく、運んでいく。 Emmener はここからどこかへ人を連れていくという意味になります。テイクアウトを意味する à emporter もここからどこかへ持って行って食べるので、持っていく先は重要ではない、持ち帰り、テイクアウトという意味になります。ここから持って行っちゃう、連れて行っちゃうという感じ。もちろんこの単語の後ろに目的地を言うこともできますが、単語そのものの意味は目的地は重要ではなく、ここからどこかへという意味です。この on には何々の中へや何々の状態への移行という別の意味もあるので注意しておきましょう。では続いてあを見てみましょう。あは後ろに続く単語によってアク、アド、アフ、アル、アム、アン、アフ、アトと形を変えます。このアには方向、目的、状態への移行という意味があります。このアは行く先、目的地が重要で、行く先が決まっている、
目的地がはっきりしているということを意味します。ですからアポテはどこどこに持っていく、どこどこに持ってくる。アムネはどこどこに連れて行く、どこどこに連れてくるという、行き先がはっきりしていればここから向こうへでも向こうからこっちへでも両方の意味で使うことができます。このアにも欠如、否定という違う意味もあるので注意しておきましょう。さあここまで来たら、emporter、apporter、emmener、amener の違いがはっきりしたのではないでしょうか。emporterはここからどこかへ持っていく、アポテはどこどこへ持っていく、持ってくる。オムネはここからどこかへ連れていく、アムネはどこどこへ連れていく、連れてくる。ぜひ違いを分かった上で使い分けるようにしてくださいね。また接頭辞だけではなく単語の後ろにつく接尾辞というのもあります。接頭辞や接尾辞を覚えておくと、すべての単語を辞書で調べなくてもある程度意味を把握することができるようになって、いろいろな単語がつながっていることに気がついて楽しいですよ。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方は、ぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。それではまた。アビアントアラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は定額受講し放題オンラインフランス語グループレッスンについてご紹介します。フランス語を上達させるには、苦手分野を作らないように、総合的にレベルアップすることが大切です。そこで、文法、会話、発音、ディクテ、読解とフランス語学習を網羅できる盛りだくさんのカリキュラムをご用意しています。気軽に参加ができ、参加できない日でもレッスンを録画したビデオも視聴することができるので、隙間時間をフル活用して勉強することができます。フランス語の学習が楽しくて仕方がない、日々上達していると実感できる、いつもモチベーションを高く保つことができる、そんな特別な空間でぜひフランス語漬けになってレベルを上げて、楽しいフランス語ライフを送ってください。無料お試し期間がありますので、ぜひ体験されてみてくださいね。詳しくは、オンラインフランス語グループレッスンのホームページをご確認ください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか？この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。
そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。